野田邦芳君立憲民主党の野田邦芳ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、今日は杉田美男政務官も出席いただいているところでございますけれども本当にですねあの私も予算委員会等で下村さんそれから福島さんの知事 質問の議事録もです、ね、見させていただきましたけれども、本当に改めてひどいなということを思ったところでございます。またあの札幌の方でもでも、ねえー、杉田政務官を更迭しろというような集会も開かれたと。そして私のところにもですね あの電話が入りまして、えー、普段は国会全く見,見てないんだけどお、ちょっと入院をされてたそうです、すその方が偶然、その国会中継をテレビで見たと、そしたら、こんな人が、あのー、国会議員いたのかというようなことで、ですね驚いたと。 ということでぜひともああいう方々は早くやめていただかなくちゃ困るよとまあそんな電話も入ったところでございますそういう中でちょっと議事録をですね呼んでおりますとこれは12月2日でございますけれども福島みずほ議員が あ杉田さん、謝罪と撤回ですが、どの部分の発言を撤回、謝罪をされるんですかという形で、えー、誰に対してやるんですか、なぜですかというようなことで、えー、聞かれております。それで、えー、松本大臣は私が対応すべきだったたと考えたちまちょんごりや アイヌなどの民族衣装に関する発言、そして生産性、LGBT に生産性がないという発言について、本人に言葉を傷つけた方々に対して、お詫びをし、取り消すように指示をいたしましたとあります、そして改めて私も総務大臣として、立場から総務大臣政務官に対しまして、確認をした上 精査をした上で、しかるべき対応はしっかりとやってまいりたいと考えておりますと、松本大臣、発言をされているわけでありますけれども、まあ、精査をした上で、えで、しかるべき対応はしっかりやっていきますと答えておられるわけでありますけれども、どういうふうな精査をされて対応なさったのか、お聞きしたいと思います。松本大臣はい まずあの、どの部分についてというのは、簡潔に申し上げたいと思いますが、えー、民族衣装を揶揄したものという部分、そして LGBT には生産性がないという表現については、えー、杉田美代総務大臣政務官ご自身が、えー、重く受け止め、えー、人を傷つけていること、人が傷つくことを重く受け止め、反省をされているということで、 改めて私からであればお詫びをし、取り消すようにと指示をさせていただいたところでございます。これにつきましては、すでに政務官の方から、前半の揶揄したものについては、ご自身のブログでいいんですかね、の発信であったので、このページについては削除されたと報告を受けました。後半の LGBT には LGBT には生産性がないは、えー、いわゆる他の方のお主催のところでの発信でありますので、えー、削除のお依頼をおしているというふうに聞いて、ん雑誌の投稿ですから、ごめんなさい、雑誌の投稿ということですので、その発,発行元に、はいあ、雑誌がもう休刊になってるんですねあ、失礼しました。あの それ,ぞれ、えー、総務予算委員会という公の場であの発言をしておるので、すでに伝わっているかと思いますが、さらに必要な手続きは順次進めてもらうようにということで、今、えー、お願いをしているところでございます、えー。失礼しました。ちょっと確認が私は不足していますあの。コミンテルについてもすでに撤回をされたというふうに聞いて、えー、おります。えー、そのの上でで国会の中でもお 全体なりさらに精査を他の発言についてどうなのかというお話がございました、これにつきましても、あのやはり人を傷つけてしまうような、つたない表現などがありましたら、やはり私から見て適否を判断をした上えで、適切に判断をしてまいりたいと思っておりまして、今、あのこれまでの 発言などで、すでに国会などでご指摘をいただいているものもございますので、このようなものから順次、精査をしてまいりたいと思っております。それぞれの発言などは、過去にさまざまな経緯や背景があってのものではあり、あるかと思いますし、そのことすべてを私は承知しているわけではありませんが、しっかりまた杉田政務官とお話をし、不適切と考えられる、認められる発言などについては、 適切な対応をしていくように、私からも指示、えー、をしてまいりたいと思っております、はい、野田君、はい、あの大臣おっしゃったように、えー、この2つだけの発言じゃないんですよね、大臣が指示されたあー、まだたくさんあるわけでして。 えー、それらの発言が本当に動をしたというか、偏ったです、ね、差別的な発言ということで、えー、私もたまにこう雑誌なんか載ってくるんで,です、ね、驚いておりましたけれども、本当、に調べてみれば、本当たくさんあると、発言があるということでございまして、私は非常にその岸田、 内閣にとっても、また総務省にとってもです、ね、そういった差別的な感覚でおられると。 おそらく多くの国民がですね、えー、思っておられるんで、えー、岸田内閣にしろ、総務省にしろ、非常にこれ、マイナスじゃないのかなと、まあ、そのように思うところでございます。で、えー、杉田政務官にお聞きしますけれども、杉田政務官の発言は、従来の発言について、できるだけ時間をかけずに、 精査して適切に対応してまいりたいと思いますと、そういう発言をされておりますけれども、どのようにされたのか、詳しくお聞きしたいと思います杉田政務官。はい、えまず、過去の私の発言に対する厳しいご指摘について、重く受け止め、配慮を書いた表現を反省をしております。 そして、国会においても様々な厳しいご指摘をいただいておりまして、松本総務大臣とお話しする中で、えー、重く受け止め反省しているということをあの率直にお話しさせていただきました。そして、松本大臣から私に対して、その先ほどもございましたが、シマチョゴリやアイヌの民族衣装を揶揄したもの、LGBT には生産性がないという、 表現について、傷つかれた方々に対し謝罪し、そうした表現を取り消すように指示があり、私としても内閣の一員としてそれに従い、傷つかれた方々に謝罪をし、そうした表現を取り消しをさせていただきました。他の発言等についても 人を傷つけている可能性のあるものや、明らかに内閣の方針に反しているものなど、過去の発言等について、松本大臣の指導を仰ぎながら、できるだけしっかりと精査を行い、適切に対応していきたいというふうに考えておりま野田君。えとお聞撃しますけど、これ、松本大臣が指示をされたと、お,おそらくこれ、ちょっとあんまりだと。 お大臣自身も思われたんだと思いますので、えー、まあ支持指導をされたと思いますけれども、これがなかったらもうお謝罪とかなかったんでしょうか、政務官。政務官。務官杉田政務官。杉田政務官。うん。うん <laughs> どっちですか、松本大臣。はい。あの。 先ほども申しましたように、ご本人がすでに、えー、拙い表現によって人を傷つけたことを重く受け止め、反省をしている、えー、これはあの私が指示をする前に国会でもお話をしてましたが、えー、それだけではあの、ちゃんと伝えるべき方に伝える必要もあるだろうということで、ご,ご自身、そこまでお考えをいただいているなら、えー、やはり謝罪をし、発言を取り消すという行動が必要だということ。 これは今の総務大臣と大臣政務官という関係でもございますので、指示という形を取らせていただきましたが、人としても年長者としてこのようにすべきではないかということで、お話をさせていただいたというのが私の率直な気持ちでございます杉田政務官。 あの国会においても、そのような厳しいご指摘に対しまして、重く受け止めて反省をしておりますということで、あの答弁をずっとさせていただいておりました、その中で、えー、松本大臣とお話をさせていただいて、重く受け止めて反省をしているのならば、しっかりと謝罪をするべきであるというようなご指示をいただきまして、そして、えー、謝罪取り消しをさせていただくという経緯でございます野田君。ですから で一番問題なのはあ、本当に心からご本人、ね、あの杉田政務官自身があそう思っておられるのか、考え方を変えられたのか、あそのあたりがですね、やっぱり見ているとお、結局口だけじゃないかと、開き直ってるじゃないかと、おそんなあことをお国民は思ってるんです、そのあたりのところをしっかりお願いしたいと思います。杉田政務官。 私自身は LGBT の方々やまたアイヌの方々 在日の方々についての差別はあってはならないものと思っておりましてこれは従来からそのように思っておりますし今現在もその考え方は変わっておりませんただそのふうに思っているにもかかわらず私が差別したのではないかというふうに伝わってしまうということは拙い表現によってというようなことであるかというふうに思いますのでそれにつきましては率直に傷ついた方々にお詫びを申し上げその表現を取り消しをさせていただいたということでございます今後も内閣の一員と そ,してそういった方々についての差別がない社会の実現のために、しっかりと努力をしてまいりたいというふうに思っております差別をしてたんですよ、ね、本当に差別をしてたということが、私は非常にこれ、重いと思うんですね。ですから全く岸田内閣の考え方 あ,あるいは総務省が取り組んでいることですね、政府が取り組んでいること、違うわけでありますから、私は更迭じゃなくて、やっぱりご自身がですね決断をされて、えー、辞任をされるということが一番これ、えー、いいことじゃないのかなと思いますが、杉田政務官、いかがでしょうか杉田政務官。 杉田専務官はい、えー、私の過去の発言等において、またこの表現によって人を傷つけていることを、これは大変重く受け止めて反省をしております。そういった配慮を書いた表現をしたことを反省し、内閣の一員として自覚を持って、差別のない社会暮らしやい、暮らしやすい社会の実現のために、より一層努力することをもって、お答えしていきたいというふうに考えております野田君。ね、私は、まあ鋼鉄 あるいはご自身がおやめになるということが、ですね一番いいと思いますよ、これ、おそらくまたあ、ね、1月通常国会始まると思いますけれども、そこでもですねこんな話になったら、我々も困りますよ、もう質問するしたいことができないというようなことになるんで、非常に私は、あこのことについてはですね、 総務省にも、あるいは政府、岸田内閣にも、杉田政務官が迷惑をかけていると言っても過言ではないと思いますんで、私はお勧めしたいと、辞任をですね。ということで、この質問は終わります。今回は消防についてですね、お聞きをしたいと。 思っているところでございます。で、私も以前市長をやっておりましたので、本当にあの消防とは切っても切り離せない。これがあまあ区長の一つの大きな役割、えー、責務と申しますかね。えー、そういうことで、えー、いろいろなことをですね、一緒にやらせていただいたところでございます。それでまずですね、今一番問題になっているのは消防団員数ですよね。 消防団員、本当にボランティアでですねよくやっていただいておるところでございまして、一番多い時には200万人を超えておったと、200万人を超えておったと、しかし現在、80万ほどになっているということでございまして、ですねこれをどう確保するかということが、地域防災力を上げるという観点から、ですね非常に重要なんですね。 それで私、実とこんな手紙をですねあの奥様からあというか、その消防団員のお当時の奥様からです、ね、いただいたんですがで、いろいろとこの消防団員というのは苦労もあるんです、あのその奥様からは、ですねもう消防団員になってるから家庭崩壊するとうちは、もう毎回もう飲み会、飲み会に誘われて、全く家に帰ってこないと、母子家庭ですと。 市長さん、どうかしてくださいと、まあ、そういうような手紙もです、ね、何度かいただいたということでございます、確かに、以前の消防というのは、消防団というのは、そういった飲み会が多かったのも事実だと思います、しかしい、い面もですも、ね、もちろん地域防災力の向上ということもありますけれども、人間形成の中でもです、ね、非常にこの消防団で入って、いろいろな人間関係をつくっていくっていうのは、 あ重要なんですね、社会に社会人としても、人間としても人間力をつけるという意味では、ですから、あ進んで、まあ、市役所あたりも進んで、消防団入ってくれということを言っておりましたし、今ご承知の通り、いろいろな事業者の方々も積極的にご協力をいただいております。しかしかかなかななななががらこれが伸びないと 団員数がですね、えー。いうことでございますけれども、このあたりのところをですね。消防庁として、どう取り組んでおられるのか、お聞きしたいと思います。沢田次長、お答えいたします、えー。消防団員数でございますが、令和三年四月一日現在で八十万四千八百七十七人と年々減少しており、特にここ三年は連続で一万人以上減少する厳しい状況となってございます。総務省、消防庁では、こうした状況を踏まえ。 消防団員の確保に向けまして、処遇改善を行っており、具体的には令和3年度に、団員階級の年額報酬は3万6500円を標準とすること、出動報酬を創設し、災害時は1日当たり8000円を標準とすることなどを内容とする報酬等の基準を定め、各市町村において、この基準に沿って処遇改善が行われるよう働きかけておるところでございます。 また、令和4年度からは、消防団の力工場モデル事業によりまして、女性や若者などが消防団活動に参画するための工夫など、全国の先進的な取り組みを支援しておりまして、これを紹介することで、全国に広げてまいりたいと存じます。このほかにも、幅広い住民の入団促進に向けまして、女性、若者に関心を持ってもらえるような広報キャンペーンを実施するとともに、機能別消防団、 消防団事業所表示制度、学生消防団活動認証制度などを活用し、積極的な加入促進を図るなど、さまざまな取り組みによりまして、団員の減少にしっかりと対応してまいる所存でございます野田君。はい、あの今あ、おっしゃいましたように、えー、消防団員ですね。 本当にあの学生とか女性とか、機能別消防団員ですか、こういう取り組みをですねされておるということで、そしてまた郵便局なんかも、郵便局員さんがこの機能別消防団員となって、活躍をいただいているということでございますけれども、それで私はですねいつもあの挨拶のときに、こんなことを申しておりました。あ この消防団員というのは地域に根ざした方々でありますので、非常にですね、その町づくりの中核でもあるんですね、えー、非常に高齢化していく地域の中で、えー、本当にこれは、そういうことをやって地域の創生とかですね、やっていただく担い手でもあると思っているところでございまして、まあ、今後ともですね、いろいろな方法をこれ、やっていきませんと、防災力をはじめ、そういった 町の衰退につながるということだろうと思いますんで、何卒よろしくお願いをしたいと、職業改善も含めてですね、お願いして、消防団についての質問を終わらせていただきます。それからですねこの消防署の問題について、いくつかご質問をさせていただきたいと思いますが、この消防職場のハラスメントですね、 これも一つの、もう縦社会があるゆえに、ですね非常に問題があると、私は思っているところでございます。このハラスメント、そしてまた、ちょっと限られた中での職場であるということでございますんで、ですね何かのこれ、対策をしていないと、私も市長時代、ね、あの、 自らの自治したら自治というような方々もですねあのおられたと記憶しているところでございますけれども、なかなか相談する方々もいないというようなことで、ですね非常にハラスメントの問題は大きな問題であろうと思っているところでございますけれども、どういう対策をですねされているのか、お聞きしたいと思います。沢田次長 消防は人の命に関わる職務でございまして、安全管理のために一定程度の厳しい指導や訓練が行われることがありますが、一方で、業務の適正な範囲を超えた指導や行為は断じて許されず、決してあってはならないと認識をしていたしております。消防庁では平成29年に消防の職場におけるハラスメントへの対応策を取りまとめ、 各種施策を講じてままいりました具体的には各消防本部に対しまして、ハラスメントを撲滅するんだとの消防補佐の意思を明確にしていただき、消防職員に周知徹底していただくこと、また、ハラスメントが発生した際に備えた通報制度の確立、相談窓口を各消防本部において設置していただくことなどについて通知をし、説明会を開催し、 消防本部の幹部のの幹皆様に直接要請を行ってま,いりま,したまた市町村や消防本部のハラスメントにかかる通報窓口では通報しにくい場合にということもございますので消防庁におきましてハラスメント等相談窓口を設置し必要に応じ関係消防本部に適切な対応を取っていただくよう助言などを行っております。 来年に加えまして、さらに今年度の新たな取り組みといたしまして、各消防本部におけるハラスメント相談窓口の対応能力等の向上を図るため、専門講師による研修会の開催、専門的な対応を相談できる窓口の設置など、さらなるハラスメント対策の強化にも取り組んでおります。 これらの取り組みを継続的に行い、引き続き消防、職場におけるハラスメントの撲滅に向けました対策をしっかりと行ってまいりたいと存じます野田君。これ、ねあの、相談窓口、本当に相談しやすいような工夫、それから内部通報制度みたいな形で、ですね本当にその守秘義務というか。 はしっかり守られるようなことをしませんと、非常に階級制度がね、あの強いわけでありますんで、相談しづらいと。 いいう環境だと思いまそれで,でも最後になろうかと思いますけれども、救急自動車による緊急出動件数、それから搬送人員および搬送困難事業ですか、事案ですね、このことが非常に今もね、コロナ禍、新型コロナウイルス、そして熱中症が重なって、大変なことで、この困難者ですか、 35時間ぐらいですね、なかなか入院するところが、病院が見つからなかったというような事例もあったようでございますけれども、このことについては、どういう取り組みをされているのか、まだまだこれ、コロナ禍、それからまたインフルエンザ等もです、ね、今後、多くなるという可能性を秘めているわけでございますけれども、ご答弁よろしくお願いします。沢田次長 救急の出動件数及び搬送人員につきまして、令和3年は、速報値では令和2年よりも増加をし、619万件、549万人となってございます。 令和4年の数値は調査中でございますがこの夏は新型コロナの感染者や熱中症が疑われる消防病者の増加を背景にしまして救急需要が大幅に増加したものと推計しております一方救急困難事案につきましては全国の主な52消防本部におけます週ごとの発生状況を 集計ししておりりりままますすがこの夏の8月の夏月第2週には過去最多となります件となな件たその後は減少にございましたが、11月に入りまして、直近の週の11月第4週に4263件となるまで、4週連続で増加をいたしまして、依然として高い水準にあることから、今後もその推移を十分に注視していく必要があると認識をしています。 救急困難事案の発生状況につきましては、これまでも厚生労働省ともしっかりと情報共有をいたしまして、厚生労働省などにおきまして、医療機関の体制整備が実施されているものというふうに承知をいたしております野田君、はいあの。これこそがです、ね、あの今、言われております ICT ですか。 あこういうのをしっかりと活用して、え本当一秒でも早くですね、あのー、お届けするとおいうことがですね、大切なことだと思いますので、えしっかりそういった整備も含めてですね、よろしくお願いをいたします。終わります。この際、松本大臣から発言を求められておりますので、これを許します。委員長はじめ委員各位の貴重なお時間を すすることを御礼申し上げま先ほどの野田委員との質疑のかところで、杉田政務官の対応につきまして、えー、報告を受けておりましたが、私があちょっと不正確な記憶で申し上げましたので、簡単に、えー、申し上げさせていた改めて確認したところを申し上げさせていただきたいと思います。えー、まず一つはコミンテルに係る 発言で、これにつきましては、事実と確認をされていないということで、杉田政務官からすでに撤回をされていたものでありますが、これに関しては、該当する記事をウェブ上に掲載する会社に対して、その記事の削除を依頼をしたということでございます。2つ目は、LGBT は生産性がないという記載のある機構につきましては、この文章はすでに廃刊となった雑誌に寄稿したものということで、 対応する手立てが今のところ見当たらないものですから、えー、改めて国会の場で、えー、その対応について、えー、拙い表現によって傷つけた方々に対してお詫びするとともに、その表現を取り消すということを申し上げることで、えー、変えさせていただけたらということでございます。なお、えー 民族遺書を揶揄したような書き込みについては、該当するブログへの書き込みを削除したことは、先ほど申し上げたとおりでございます。大変貴重な時間をいただきました。ありがとうございます。以上でございます。小川貴人君。